白石和也は日本の映画監督。北海道旭川市出身。マネージメントは有限会社フラミンゴ及びロボット。北海道旭川西高等学校卒業。札幌市の映像技術系専門学校を卒業するも仕事が見つからずに上京。1995年、中村源治監督主催の映像塾に3期生として参加。以後、 若松浩二監督に支持し、フリーの演出部として、雪下大佐を、インド一新監督などの様々な作品に参加。2009年、ロストパラダイス・イン・東京が、長編デビュー作。2017年、彼女がその名を知らない鳥たちで、ブルーリボン賞監督賞に輝くと、2018年にも、コロウの地、止められるか、俺たちを、サニー、32で同賞を受賞し、 二年連続の受賞は今井だし市川今に続く三人目の快挙となった。止められるか、俺たちを、では2012年に亡くなった師匠の若松浩二が設立した若松プロダクションを題材に若松プロの映画に出演してきた俳優たちと共に青春群像劇を作り上げた。2018年以降、監督作品を年三本以上公開するなど多作ぶりを見せている。 アウトローの世界を描いた作品を得意とし、2013年に凶悪殺人事件を題材とした映画、凶悪で数々の映画賞を受賞し映画監督として注目を集める存在となる。影響を受けた作品にブロックバスタームービー、中学生で見た日活ロマンポールの仁義なき戦いなどを挙げている。ありがとうございます。